私ほんと今日何もやってない。お風呂入ってからアイロンしてないし、化粧水塗ってないかも私。いいな。最近ね、ここにニキビできたの、ほら。うわー、やば。やばいでしょ。はい、今日は3日です。3日ですが、しょうちゃんは今日何もしてません。やばいですね。いいですよ、お正月ですから、たまにはね。化粧水塗ってないってやばくない、うん、本当に気分できるな。じゃあ今日はドスッピンで撮影ですね。皆さんこんにちは、しょりみちゃんのしほです。はい、ということで今回はですね、こちらのね、お正月ということで雑貨屋さんで買った福袋を紹介していきたいと思います。でね、こちらこんぐらいの大きさです。私の顔と比べると結構大きくない？はい、なんとお値段2000円でございます。イエーイ、イエーイ、イエーイ。でね、ですね、はい、こちらの中には雑貨屋さんということで、まず文房具ですよね、はい、あとなんか特に気になったのは、はい、加湿器とヘッドホンが入ってるということで、はい、それだけはちょっと覚えて。でも全部に入ってるのかな、わかんない、わかんないよね。結構いっぱい入ってるって、うんうんうん、感じに宣伝をしてたんでね。何が入ってるか楽しみ。結構重いしね。ね、結構重いしね、うん、顔でこんな大きさでね、いっぱい入ってる気がする。はい、てれーん。おい、いた、いた。あそう。じゃあ開けていきますね。はい。おお、なるほどね。中が隙間ようになんか封されてます。あ、本当だ、中がこうなってんのか。じゃあもうその袋もなんか福袋って感じかな。これもプレゼントですね。ね、これももうなんか普段使えそう、かわいい。はい、なんていうんだっけこれ、スマップマップ。スマップマップ、ナップザックでしょ。ナップザックだよね。何スマップマップって。そんな感じなの。なんていうんだ、ナップザック。あ、ナップザック。どんな感じだったよね。そうですね、スマップマップ。1個ずつ開けていく。そうですね、じゃあ1個ずつ開けていきたいと。まず1つ目が、はい、こちらの筆箱、サンリオの筆箱ですかね。ペンケース、やっぱり筆箱でした。お、一瞬メガネケースにも見えたんだけど、うん、ペンケースでした。裏は、裏はね、こんな感じで、私サンリオそんなね、分からなくて、分からないんですけど、なんかペンギンっぽいのと犬っぽいのとなんか信号色のカラーをしたキャラクターがおります。ここに書いてあるのかな、スリムペンケースしか書いてないか。で、裏には、うん、あ、これはわかるんじゃない、ポムポムプリンと、うん、なんだっけそれ、ウサギとペンギンの方がおります。この子、白い子はなんか有名じゃなかったっけ、なんだっけ、名前なんだっけ。すみません、サンリオにあまり関わってこなかった家族なので、なので、そんなのちょっとわからないんですけど、はい、かわいいです。すごいなんかかわいいな。はい、次、はい、次いきます。次はですね、はい、こちらです。お、傘ですね。傘だ、なんか、へぇ、柄がなんかさ、折りたたみだ、シンデレラ城みたいになってるんですよ、なんか。ほんとだ。あとなんか雪の結晶みたいな、うん、もうこう見るとイチゴカラーだよね。まあイチゴ、うん、イチゴカラーじゃない。さあ開けてみますね。開けてみますね。いきます、えい。じゃあちょっと離れて。おお、なるほど。お城となんか、うん、結晶、クリスタルみたいなのが散らばってる感じ。なるほど、すごいね、こんなお城がいっぱいある世界に住みたいよ。はい、まあね、折りたたみの傘はね、ね、使えるので。え、これどうやってしまうんだっけ。普通に閉じて、なんか新品で硬いんだよね。じゃあ次行きましょう。はい、行きましょう。次ね、折りたたみの傘です。続いてはですね、セットになってました、文房具セットです。おー、セットだね。開けてみます。開けてみましょう。すごい、すごいね、めっちゃいっぱい入ってる。まずこれは、うん、毎日のスケジュールを楽しく計画して効率的に勉強しようのノートです。スケジュール帳か。
やば、勉強どうなってんの、なんかこんな感じになっちて、こんな感じで、いいじゃん、これつけてみたら、しーちゃん好きそうじゃないこういうの。あ、でも勉強は無理か勉強は無理か。いや、私こういうのなんか続かないタイプなの。確かによし、やるぞって言っても、そう、三日坊主あんの、中間テスト対策だって。ああ、なるほどね。ここに見本が書いてあって、こんな感じに使えそうですね。まあ、豆な人は好きそう、こういうのね。私豆じゃないんで、ちょっと無理かもしれない。確かに全然豆じゃないねはい、OK でございます。じゃあ次は何が入ってますか。あとはノートとか。あとはですね、まず小物、ペン類です。おー、めっちゃ入ってる。普通に定規1個と、うん、鉛筆3本と、うん、シャーペン、シャーペンが1本と消しゴムが1個と盛りが1個ですね。あー、なるほど。これはランダムにパックになってるのかな。多分そうです、うん、普段選ばないような。そうだね、うん、でも文房具は使うしね。ね、いいですね。はい、よし、続いてノート。ノートはこんな感じで5ミリ方眼。あ、5ミリ方眼使えるやつ。すごい、中ピンクになってるんだけど。うそ、あ、めっちゃ可愛い。こんな5ミリ方眼もあるんだね。あるんだね。いいじゃん、5ミリ方眼はね、使いますからね。使いますね。あと、あ、テープとネイルの下敷き。あ、そうそう、懐かしいね、なんかね。こっちがチップ、なんだっけ、なんか前覚えたよね、赤い花で、こっちが鼻血ネイルだから。あ、こっちがね、そうだそうだ、すごい覚え方だそう、鼻血が出るで、そう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 、鼻血デール、そうそう、デールが赤い花、もう覚え方、そう、それしか覚えられなくてすみませんで、あと、お、ファイルですね。クリアファイルかなんか、ファイルです。おお、でね、なんかこんな感じでね、すごい、いっぱい仕切れがついてます。かわいい、仕切るところがなんか柄になってね、こんな感じで、うん、かわいいです。はい、はい、で、文房具は以上でございます。はい、まだ入ってます。まだ入ってますね。お、続いてはこちらです。お、なにこれ、加湿器来ました。あ、かわいいじゃん、こんな感じで、すごい、あ、すごいね、すごい、いろんな色になって、うん、かわいい、超かわいいじゃん。え、でもなんかチェックついてるから色はあれなのかな、え、シルバーにチェックがついてます。他も見て、この中にシルバーはなくない。ゴールド、シルバー、ミスツサイドって書いてある。あ、ここの色じゃない。あー、そうだね、そこの色かも。じゃあシルバーの色が入ってるのかな、開けてみよう、うん、開けてみよう、うん、超これなんかエモくない。うん、まあエモいってどういう風に使うのかママはよくわかんないですけど。あ、私もよくわかんないよダメじゃんそれ、知ったかしちゃあ、じゃあこれはなんていうの、これはかわいいでいいよ、かわいいでなんか入ってるんだけど、すごい、それな、中に入れるやつ、え、やば、超かわいい、どんな感じ、超かわいくない、あ、マジ、中に入れられるんだ、中に入れられて、超なんか、え、加湿器だよね、加湿器だよ、やっぱなんか超おしゃれなんだ、これ元値いくらすんだろうね、え、結構大きいじゃん、結構大きいんだけど、お、いいね、これ超いいじゃん。どんな感じですか、こんな感じで、うん、こんな感じ、ここに水を入れて、あ、ここシルバーだね、ここに水を入れて、うん、ここから発射と、なるほど、で、そこの棒みたいなとこが光るのかな、だ ね、 ね、で、なんかここになんか充電があって、うんうんうん、ここにスイッチがある、ね、なるほど、多分ここが光るんでしょうね。すごいね、これを中に、これね、これを中に引くのかな、入れるってこと、でもこういう立て方もできれます、あの、こういう立て方、あー、なるほど、ほんとだ、くぼんでるね、ですよね、超なんか、うん、かわいい、それ入るの、それ入るでしょう。じゃあね、石とか入れていきたいと思います。石とか入るの、おお、いいじゃん、いいじゃん、入らなかったら不良品です、入るね、絶対入った、めっちゃ無理やり、こんなんでいいの、あ、突き刺した
ってる。ね、木とかちゃんとさ、立たないね、でもね。立って、立って。裏返っちゃった。ちょっと、ね、箱見て、箱。合ってるけどね。あ、でも水を入れたら、ちゃんと下になるんですよ。あー、そこそこ、うん、立たない。あ、たったいいじゃん。じゃあちょっと充電、充電っていうかあれじゃない、使うときにそれを指すのかな、使ってみ、はい、ちょっと使った写真載せられたら載せときます。はい、お願いします。よし、じゃあラストいきます。ラスト、はい、ラストはあれですよ、皆さん。おー、やっぱり入ってたね。こんな感じのヘッドホンでございます。お、今回なんか紫系統だよ ね、黒からして紫だし、うんうん、え、かわいい、いいね。かわいいじゃん。私がさ、ヘッドホン首にしてるとかっこよく見えない、うんうん、なんか自分じゃ買わないようなものが入ってるとやっぱいいよね。ママがさ、ヘッドホンしててもかっこいいと思う。マジ、チェケラーとか言ってほんと絶対かっこよくないよね。こんな感じで、うん、あ、いいじゃん。いいじゃないですか、私が普段選ばない色。確かにいい、いいじゃん、いいじゃん、うん、ね、あ、いいじゃん、いいじゃん。なんかコンパクトっていうかシンプルでいいね。あ、まあ、これでヨヨチェギラーとかヘッドホンでさ、なんかなんか感じな、うん、ヘッドホンこうかけてる人ってさ、うん、パパ昔よくかけてたよ。そうなの、うん、パパママとね、うん、出会った頃ね、いつもこうやって首にヘッドホンかけてた。こうやってデート中なんでかけてんのって言ったらね、え、おしゃれじゃねとか思い出した。え、デート中も、うん。でも私さ、うん、私これおしゃれだと思う。やっぱパパの血だね。かっこいいって思わない？かっこいいんだ。あ、でも彼氏がつけてるのは無理。毎回つけてるのは無理なんじゃん。はい、じゃあこんだけ入ってました。いいんじゃない、2000円にしよう。いいね、超いいじゃん、まさかのね、こうヘッドホンとね、加湿器入りっていうところがまたね、いいですね。いいですよね、今の時期加湿器大事ですしね。え、これ気に入った。ラジオこぼして、外出るから。マジですか。おしゃれじゃねとか言いながら。ね、でも傘も入ってたんだね。あんまり見てなかったけど、ね、あんま見てなくて、すごいいっぱい入ってましたね。はい、はい、こんな感じです。はい、ということでね、今回はこちらのね、雑貨屋さんで買った福袋を紹介してみました。はい、はい、ということで、それではそのまま。バイバーイ。